政権に抗議する学生たちひまわり学生運動は2014年3月18日に中華民国の学生と市民らが立法院を選挙した学生運動から始まった社会運動。3月18日に始まったことから当初台湾メディアでは318学運占領国会事件と呼ばれていた。他に百十八青年占領立法院太陽下学運 ひまわり学運三百318公民運動などという呼び方がある。現在最も一般的な呼び方は、太陽下学生運動になっている。院内の状況は、随時メディアやニコニコ生放送経由で放送され、そのひまわりが掲げられている様子を見て、他の支持者たちも次々とひまわりを送った。日本の報道では、単に、台湾立法院の選挙と報じられることが多く、 太陽下学運という呼び名は一般的ではないが一部メディアではこの名称を紹介することもある中国への経済依存が進行した香港では中国大陸からの圧力が高まり今日の香港明日の台湾といったスローガンができた2014年3月17日に立法院で台中間のサービス分野の市場開放を目指す サービス貿易協定の批准に向けた審議を委員会で行っていたが、与野党が携帯式スピーカーを持ち込んで100デシベルほどの騒がしい言い合いになっており、議事の進行を担当する与党、中国国民党の立法委員、野党、民主進歩党に選挙された後段に上がることさえできなかったため、時間切れを理由に一方的に審議を打ち切った。そのため、反発が広がった。 2014年3月18日午後6時頃、サービス貿易協定を反対するデモ活動が行われ、同日午後9時過ぎになって、300名を超える学生のデモ参加者が立法院議場内に侵入した。なお、台湾の歴史上、民衆によって議場が占拠されたのは、県政史上初めてである。立法院の外でも、学生たちを支持する市民が数千から数万人ほど、 集まり、デモを開いている。抗議活動には、学生や市民のほか台湾最大野党の民主進歩党なども、学生と補調を合わせ、抗議活動を拡大させている。9時54分、議場内の学生たちは警察に議場を去るよう求め、議場を国民に返せと、大声で叫んだ。9時56分に、鎮太を東寺にいた警察を、 議場から追い出そうとした学生たちと警察との間で衝突が起こり、そして学生たちは、議場2階の記者席及び、傍聴席にも押し寄せた。議場を占領した学生たちはさらに、318、青年、立法院を占領、ブラックボックスによるサービス業、貿易協定反対宣言を発表し、その中で主に、無理やり可決させた後の経済発展の行く末を有料、し、 それに、実質的に、サービス業貿易協定の審査を改めてすることを求めると示した。また、10時20分、学生代表として林被保が、我々は人民を代表して、立法院を脱会する。私たちは、野党が、人民の行動に加わるのを歓迎する。我々は、馬政府及び、馬総統に、直ちに自ら国会へ出向き、 人民の訴えに応えることを要求するという3つの条件を提出し、それに加えて今回のイベントに参加した人々が3月21日まで主席の席を占領することを表示した。立法院の長である王金平はサービス貿易協定への進め方でバイエと反目しており、学生の排除にも否定的である。24日、台湾のテレビ局、 TVBS の世論調査では、学生たちの行動に市民の51%が賛成し、サービス貿易協定に対しては68%が反対を表明している。3月25日、バエ Q 総統は、学生の代表との会談を提案、学生側も受け入れた。ただし、会談の方法について、学生側は公開討論とするように要求するなどしている。 条件は折り合わず、学生側は態度を降下させ、提案を一旦白紙に戻した。3月27日、学生側は記者会見で無期限の立法院選挙を宣言した。中華人民共和国国務院は、この状況に両岸の経済協力の進展が妨害されることを誰も望まないと不快感を示し、沈水編政権下の冷え込んだ中台関係に戻ると牽制した。 3月29日、バイエー級は、記者会見で、中大間で結ぶ協定に対し、立法院などによる監督権限を定めた法令を制定する考えを表明した。しかし、協定そのものの撤回は否定している。学生の指導者林秘保は、毎日新聞とのインタビューで、一連の抗議活動を台湾の民主主義を救うためだと説明している。3月30日、 学生側は相当不周辺で抗議集会を開いた。規模は主催者発表で50万人、警察発表では11万6000人である。また、香港でもこのデモに抗応して、学生を支持する市民800人が市街地でデモ行進を行った。一方、4月1日には中台統一を主張する新中派の中華統一促進党など、 約1500人が立法院前に集まり、サービス貿易協定の賛成を訴えるとともに、立法院に侵入しようとした。こちらは警官隊に阻止され、学生たちと睨み合いとなった。4月4日、バイエー級は、学生らが制定を求めていた、立法院などの監視機能を定めた法令案を行政院で決定した。学生らの要求に対して、一定の情報を示したが、 学生側は、より透明性の高い制度を要求しており、さらにサービス貿易協定そのものを見直すよう求めている。バイエキーが一定の情報を示したことで、4月2日から3日に、かけての TVBS の世論調査では、立法院からの退去を主張する意見が33%となり、選挙継続への支持26%を逆転し、上回った。4月6日、 立法院の王金平委員長は学生側の要求に応じ両眼競技監督条例が法制化されるまでサービス貿易協定の審議を行わないと表明するとともに学生側に議場から撤退するよう呼びかけたこの提案を受けて学生側はこの段階での任務を達成したとして4月10日に立法院から退去することを発表した4月10日学生たちは 立法院の議場から退去した。しかし、退去に反対する一部の学生は、立法院の敷地内に泊まっていたものの、突入を許可された警察によって排除された。この一連の事態の中で、台湾の民放の世論調査では、バイエ相当の支持率は10%前後にまで低下した。4月16日、中華人民共和国国務院は、学生の動きについて、 両岸関係の平和的発展のプロセスを破壊、妨害するものと批判した。対中間のサービス分野の市場開放を目指す、海峡両岸サービス貿易協定は、中国側が、金融や医療など80分野を、台湾側が、運輸や美容など64分野を開放する協定で、2013年6月に中台間で調印されたものの、台湾の中小企業へのダメージ、かつ、 対中間の政治問題で懸念が根強くあり、でも及び選挙の原因となった。また、サービス貿易協定とは別の対中経済協定の協議も2014年中に締結を目指しており、中華人民共和国側はサービス貿易協定の早期発行を求めている。2014年11月29日の統一地方選挙で国民党が大敗し、 バエー級が国民党主席を辞任するなど、政権は大きなダメージを受けた。この選挙結果には、立法院選挙の影響が強いとの見方がある。選挙運動のリーダー林秘シは学生たちは、この結果に肯定的に見ているとしている。また、自分の役割から、選挙を分析するのは適当ではないと前置きした上で、この学生運動が国民党の敗北に、 影響したという見解を示した。2015年2月に行われる立法院補選でひまわり学生運動の指導者の一人、陳唯帝は2014年12月25日出馬を取りやめると発表した。台湾メディアが報じた。陳は痴漢で基礎猶予処分になった過去を告白、批判が高まっていた。2015年5月、学生運動の母体だった黒色島国、 青年人選もその後の路線対立などから生やし、非法ら複数の中心人物が脱退し、その一部学生により、時代力量という政党が設立された。時代力量は2016年1月の立法院選挙において民主進歩党と協力した。時代力量は広島取り連盟に参加しながら、蔡英文政権に対して野党として是々非,非で臨んでいる。 2017年、黒島案は正式に解散した。当時女子大生として参加し、議場の選挙で話題となっていた運動家のライシナは、2016年以降は時代力量の議員フレディリムのスタッフとなり、民主進歩党から出馬した2020年の第10回中華民国立法院選挙では、初当選を果たし、党季最年少の立法委員となった。 ひまわり学生運動出身者が立法委員となるのは唯一かつ初の事例。台湾独立運動の活動家ふみやきは2013年の黒島青による馬永久、小厚吉、江よろしかばらの退陣を要求する10月10日、脱会国家、人民除外行動や海峡両岸サービス貿易協定調印に1周年の2014年6月に開かれた集会でも応援に駆けつけた。 ひまわり運動期間中も、林秘保や、大志なら学生の正義感や行動を称賛していた。一方で、香港の両岸問題プラットフォーム中評者や、台湾国内で、中国寄りの論調とされる、中国時報に寄稿している、王根義は、馬政権を黒箱と球断していた学生らを逆に、台湾が黒色島国に変わってしまうと批判している。米国。 ハフィントンポストは2014年、心に残ったデモのシンボル8戦の一つに、ひまわり学生運動を選出した。ひまわり運動から1年後の2015年3月に、現地、大手紙連合法は、街頭インタビューや運動後の出版物分析を通じて、運動そのものには、賛否両論があったものの若年層の支持は多く、香港の従来は台湾の若年層も、 中高年層に比して政治には冷淡だったが、ひまわり運動を機に学生を含む20から30代の政治議論が日常的となり、運動前後にサトシアオという信号も生まれた。学生らは異なる理由で該当活動を行っていたが、共通の目標だった反中及び反国民党では結束していた。2016年に政権交代が実現すると、 若年層の個別の不満は、失勢与党である民進党に向かい、2018年中華民国、統一地方選挙での民進党敗北をもたらした。ひまわり運動では、香港の学生らが台湾の事例を視察したり、雨傘運動では、台湾の学生が支援するなど、急速に相互の連帯感を深めていった。香港の甘が運動が結果として潰され、民進党も、 世論の支持を失うなど、中国政府の動向次第で影響力が左右されるようになっていた。しかし2019年に香港では搬送中でもとして、運動がより大規模かつ長期的なものとして復活。それに伴って台湾でもかつてのメディア独占反対運動が拒絶公職メディア、守護台湾民主パレードとして再燃し、2020年選挙の大きな流れを生み出した。 ありがとうございます。